こんにちは、アンナスです。今日はアンナスの和の刺繍の中から木蓮の刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、今日はアンナスの和の刺繍の本の中のこの木蓮の刺繍、ここの部分だけをやろうと思います。実物はこれですね。これです。前パネルを作るときにこれパネルにしたんですけど、まあ、同じです。これを作っていきます。はい、では木蓮のお花から刺繍していきます。図案を写すところは、別の動画でやっていますので、そちらをご覧ください。まず最初はもうこのど真ん中の全部花びらが見えているこのパーツから埋めていきます。最初は玉留めをしないので並縫いを小さく入れてギリギリで留めて一つ前の穴に刺します。こうすると絡まっているので、この出てるところはハサミで切ります。で、刺繍糸はまっすぐにしかならないので、こういう端っこから塗り絵みたいに塗りつぶそうと思うとちょっと難しいので、まあ、どこでもいいんですけど、まず基準を入れます。横に1本入れます。これ縦に刺しちゃうとすごい長くなるんで、あんまり一つのステッチが長くなりすぎると糸が動いてしまうので、1センチ以内、サテンステッチは1センチ以内で、ずっと進めていきます。なのでこれは横向きですね。で、隣隣に刺し進めていきます。まあ、どちらでもいいです。上に進んでも下に進んでも大丈夫です。で、こんな感じで埋めていくんですけど、細くて長いものっていうのは、平行に刺していこうと思ってもなかなか、その気がついたら斜めになってたりとか、だんだんちょっとずつ斜めになってたりとか、だんだんこう幅が狭くなったり太くなったりすることがあるので、もし隣隣でちょっと難しいなって感じる方は、2、3本先に、2、3針先にガイド線を入れておいて、ちょっと今日糸の色が薄いんで分かりづらいんですけど、ガイド線を入れてから間を埋めると平行が保ちやすいです。で、後からどんどんこう埋めていってください。で、今日みたいに薄い色、まあ、布の色も薄いんで大丈夫なんですけど、もしこれを同じ色で紺とか黒とかに刺繍しようと思っている方は、普段よりも倍ぐらいモリモリに上に重ねて刺繍しないと結構スカスカになってしまうので、かなり刺した方がいいです。ちょっと隙間が空いてたんで今戻ってます。で、こんな感じで上が全部刺せたら、また最初の一針目に戻って残りの下の部分も埋めていきます。で、この時も不安な方は、だんだん曲がってきたりとかする方は2、3針先にガイド線を入れて刺すっていう方法をやってみてください。真ん中ができたので、次が図案にはこの花びらとこの花びら2番って書いてるんですけど、どちらから刺してもいいです。で、この奥にあるこれが、3番っていう風になってるんですけど、手前にあるものを先に刺して、で、その次に重なっているもの、だからこうレイヤーが3つぐらいあるわけなんですけど、一番手前の花びらで、その次に奥にある花びらで、一番奥にあるのが最後っていう感じで、奥行きを考えて刺していくとうまくいきます。なので、2番はどっちでもいいです。で、向きはもう全部揃えると綺麗かな。でも見本はちょっとこっち斜めになってますね。これも真ん中に基準を入れて、
して上でも下でもいいので半分ずつ埋めていきます。で、サテンステッチとサテンステッチが重なるところは同じ穴に刺してください。ちょっと隙間が空いてたりすると下の布が見えて変になったりとか、あと重ねてしまうとロング&ショートステッチって別のステッチになってしまうので、ちゃんと狙いを定めて、なのでこっちから最初に刺したサテンステッチの際から刺すので出すのって結構難しいんですよね。なので外側から針を出して内側に刺すっていう風にすると割とやりやすいと思います。ということは、ちょっとこれ反対側の花びらを刺す時もこうやって刺繍枠ってくるってひっくり返したりすればいいので、外側から、私右利きなんでこういう風に内側になるようにっていう感じで手を動かすと刺しやすいです。とりあえず右側の花びらを埋めていきます。で、終わったら左も埋めます。はい、この両脇の花びらができたので次がここですね。あと残りの花びらを埋めるんですけど、さっき言ったみたいに端っこの花びらは良かったんですけど、こうやって花びらと花びらの間に刺すときはもうしょうがないので、頑張ってこの隙間から出すときにできるだけ糸を割らないようにもう頑張って見極めて出すしかないですね。これで、あと残りの2枚も刺繍していきます。はい、ではできたので糸を終わらせます。終わらせる時も玉留めしないで裏に2回こうやって絡ませると、これで絡まって止まっているので切ります。これで大丈夫です。で、次が茎を、チェーンステッチですね。チェーンステッチで、刺繍していくので、続きをやるときは並縫いしないで裏の糸に最後みたいに2回ぐらいくぐらせる、これでちょっと抜けそうだったら3回ぐらいでもいいんですけど絡ませて、これでもう大丈夫なのでチェーンステッチをしていきます。チェーンステッチはまず出します。で、同じ穴に刺してちょっとチェーンステッチのサイズ、こう針を出します。この長さが長いとチェーンの丸が縦長になってあんまり綺麗ではないんで 2,3 ミリぐらいにしておいて、かけて上に引っ張ります。そうすると丸い、ちょっとちっちゃいんですけど丸い輪ができるので、続きは輪の中に針を刺します。で、また 2,3 ミリ先に針を出して糸をかけて引っ張る、上に引っ張る、これをずっと繰り返します。これで、枝分かれしているので、まずはこっちを行こうかな。これでまずはこっち側の道のりをずっと下まで行って、ここまで来たら戻って続きをします。で、戻る時にちょっと説明があるんですけど、とりあえず下までチェーンステッチをやっていきます。この端っこまでチェーンステッチができたので、終わらせる時はこの輪の外側の際のところに針を刺すとこれで止まります。で、このまま続きをここでここからやっていきたいんですけど、ビュンと飛ぶと糸がこう裏で渡ってしまうので、1回ずつ切るっていうのもありなんですけど、こうやって裏の糸にぐるぐる絡めながら戻っていくと裏も綺麗だし、あと糸が長く残ってると
続きやった時に次の刺繍がなんかこうビロンとたわんだりとかしやすいので、こうやってちょっと絡めて次刺繍したいところに移動するっていう方法を使ってください。でまた同じことですね、ギリギリのところから針を出してチェーンステッチをやっていきます。続きでたくさんチェーンステッチやるときはこうやって糸をこうやって輪にして、輪っていうかこうぐるっとしておいて、針をこうやって上に引っ張るだけでもここに絡んでるっていう状況にすると楽です。だから右利きなんで左で親指でちょっと押さえておいてこう抜くだけでチェーンステッチがどんどんできると、工程が一つ減るので、もし慣れてきたらちょっとそういうのもやってみてもいいと思います。はい、これで端っこまで行ったので針を刺して外側に刺して終わらせます。で次葉っぱなんですけど、葉っぱは真ん中に1本基準を入れて左右バランスを見ながら平行に埋めていきます。なので、最初に刺した1本がちょっとこう長いといいですね。私ちょっと同じ長さになったので、ちょっとわざと長いのを上からもう一回入れます。ちょっとわざとらしい感じでビュンと出しておくと、とんがった葉っぱになります。ただここの図案は割と丸い葉っぱなので、割と丸い感じで埋めて、楕円って感じで埋めていくといいですね。これぐらいですかね。で終わったら隣でまた隣ってやっていきます。はい、ではできたので裏に絡めてギリギリでカットします。でちょっと図案が残っているのでお水で消します。洗わないと消えないチャコペーパーもあるので、それはパッケージを読んでそのやり方で消してください。あと自然乾燥ですね。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。